それではダブルドリームの皆さん、若田先生、はい、お願いします。今日は寒い中お集まりいただきありがとうございます。ダブルドリームララポートでワンマンステージやるのもとに3年ぶりそうなんですよねになるので、出演者本当にワクワク、そしてドキドキ緊張しながら、作品作ってまいりました。ミニキッズから大人まで22曲お届けするんですけれども、バンバン進んでいくので、はい、心温まるステージを作っていきたいなと思っております。はい、本当に今大人になった子も3歳からやってる子が大人クラスになったりと、時の流れを感じる今日この頃なんですけれども、ミニキッズから一生懸命みんなが頑張ってますので、手拍子などで応援していただいたらありがたいと思います。ぜひ、ダブルドリームのステージ楽しんでいただきたいと思います。約1時間ちょっとのステージなんですけれども、盛り上がっていきたいと思います。ダンサーのみんな頑張っていくぞ。ちょっと低くないですか？ちょっと低くないですか？ねえねえ、ちょっと元気がなかったです。ですよね。はい、はい、一回行こうかな。それでは気合を入れてダンサーズ頑張りますよ。はい、いいと思います。キッズのみんなもありがとう。それでは行きたいと思います。まずは大人のステージ3曲続けてどうぞ。
通常は別々でレッスンをしてますので、合同で合わせるってなるとなかなか大変なんですけど頑張ってくれたと思います。さて続いてはジュニアのメンバーに踊ってもらいたいと思います。ヒップホップキッズそしてテーマパークキッズ1曲ずつお届けします。それでは行きましょう。ミュージックスタート。Everyone, everyone.
アイディアだろ。Cheerfulness, friendliness for all. We wish you.
続いては大人のダンスお届けします。ダブルドリームは大人といっても中学生以上が大人のクラスになります。中学生から一生懸命頑張ってるんですけれども、数多くなるとね、覚える場所もちろん振り付けも多くなるので大変になってくるんですけど、頭ごちゃごちゃ